談チャンネルをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。滝本仏光堂タンです。はい、最近お赤飯にハマっている小林です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お赤飯、そうですね。お赤飯です。最近お赤飯にハマってましてね、なんかめちゃくちゃ美味しいんですよ。あ、味が美味しい。そうです。なんか特にめでたいことがあったってことはないんですけどもお赤飯をちょっと最近そうでございました。はい、申し訳ございません、個人的なあれで。はい、質問です。はい、はい、先日お寺さんの前を通ったんですが、はいはい、何か法要をしていたのらしく、カラフルな幕が下がってました。はい、あれはどういうことなのでしょう。あ、そうですね。はい、はいはい、結構で、ね、お寺様大きい法事し張るときは、はいはい、こういう五色幕っていうんですけど、五色幕、はいはい、こういうカラフルな幕を張ることが多いです。はいはいはい、例えばもうお寺さんがこう新しく建てたと、ね、で最初のこう法事だと、ラッキー法要、ラッキー法要、ラッキー法要でもしますし、はい、まああとそうですね、花祭り、花祭りであったりお釈迦様の誕生日、はいはい、そういう時にはこう着飾るというか、なるほど、こう賑やかな感じでこう幕張ることが何か特別な時もです、はいはい、大きい法事の時は多いですね。はい、カラフルじゃないですか。そうですね、色がね、おそらく5色あるんでしょうけれども、はい、5色もございます。例えばまあ赤や、はいはいはい、イメージ的に、はい、血のなんかイメージがあるんですけど、各色何か意味合いが、おっしゃる通りでございます。ありがとうございます、はい、5色ですね、はい、一個一個意味はあります。はいはいはい、で、基本的にはですね、ね、まあ、如来様をまあ表してるとは言われてるんですけれども、はい、赤、赤、今丹さん言っていただいたように如来様の血の色、血の色、はいはい、で黄色、黄色、黄色はレモンの色ではなく、レモンではなく、はい、如来様の体の色です。体の色、はい、肌の色ですね。肌の色、はい、はい、で緑、緑、こちらの方は、ね、如来様の髪の毛の色、髪の毛、はい、はい、で紫、紫、紫の方は袈裟ですね。袈裟、袈裟の色、はいはい、まあ、いわゆる服です。あ、我々の言う服ですね、の色になります。なるほど、はい、で白、白、どうですかね、どんな感じに思われますか。白、はい、白、爪の色、爪の、惜しい、惜しい、歯です。歯でございます。はい、はー、はい、はい、一応ですね、はい、そういう意味合いが五色ございます。なるほど、はい、ちゃんと意味があるんですね。意味があるんです、一つ、はい、はいはいはい、そうでございます。そうでございます、はい、でですね、はい、基本的にはこちらの方ですね、お寺さんの方からご注文いただくことが多いです。あ、そうですね、はい、まあお寺さんによってその大きさ、そうです、いろいろあるじゃないですか。はい、だから、そうです。だから、いわゆるお寺様によってですね、はい、まあ、建物の大きさも違いますし、はい、まあ、言うたら、寺の場合言うたら、こう、周りを巻きますのでね、基本的には、お寺様によって寸法はだいぶ変わるんですけれども、はいはいはい、どうしてもですね、この、まあ、いわゆる、一幅ですね。一幅。これが大体、まあ、72、3センチ。大体決まってるんです、ね、大体決まってるんです。はいはいはい、で、この縫い目合わせて、こう、まあ、若干のズレはあるんですけれども、はい、大きさが決まってますので、例えば、3メーターくれ。言われてもなかなかこう、はい、ちょっと多めに作るような形になります。なるほどね、はいはい、こういうまあバランスがありますので、あんまり縮めたりするとちょっとカッコがね、はい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 、悪いのでちょっと多めに作らさせてもらって、うん、こう巻くと。このタレなんかは、そうですね、タレの方もある程度決まってるんですけれども、はい、こちらの方はですね、まあ、ちょっとご相談いただいたら、はい、その時にまたいろいろお話させていただくような、まあ、ちょっと融通が利くと形になります。はいはいはい、まあ、そういう形で、まあ、ご注文いただいたら、はい、あと、お値段の方も頑張ってお勉強させていただきますので、はい、またよろしかったらご注文いただいたらありがたいかと思いますね。ぜひよろしくお願いいたします。はい、ご参考にまたしていただけたらいいかと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いいねとコメントお願いします。こっちはやめてね。